今日始まったのが土佐山ゆず祭りです。旬のゆずをアピールするため土佐山ゆず生産組合などが企画したもので、2週間の期間限定でゆずを使ったランチを提供することになりました。生産者によりますと、今年の土佐山のゆずは大きさ、味、香りともに上々。そんな自慢のゆずを使い、現代の名工島田和幸シェフ監修のもと、2種類のメニューができました。まずは土佐山ゆずの幕の内ランチ、1200円です。ゆず玉1個をくり抜いて器にしたグラタンに、高知の野菜を揚げた天ぷらは特製のゆず塩で、ゆずと一緒に漬けたお漬物に、ゆずのシフォンケーキと、まさにゆず尽くしです。料理を監修した現代の名工に見守られながら、まずは天ぷらでゆず塩をいただきました。これは美味しいですよ。上品に香りますね。これやっぱり作りたてじゃないとこの香りは出ませんか？そうですね、その都度作ってますからね。次は写真に撮っても映えるこのメニュー。あー、これはいい香りですよ。器が香るグラタン、いただきます。あ、今日は鮭が入ってますね。いただきます。濃厚なホワイトソースにこの柚子の香りが合わさると最強ですね。柚子料理、もう一品が6種類の選べる惣菜やサラダ、おかわり自由のご飯などがついて800円という定番のランチのメイン料理。スーパーでも販売されているポン酢、柚子尽くしを使った豚のしゃぶしゃぶです。やっぱり柚子の香りが鼻から抜けてすごくすっきりさっぱりする味で、すごく美味しかったです。柚子尽くしの料理には新たな発見も。柚子は上からかけるイメージがあったんですけど、これは料理に使われてて、あ、こういう使い方もあるんだなと思って、とても美味しくいただいてます。もちろんね、高知の食材はフレッシュで美味しいですからね。その中でも代表的な柚子で、今が旬で、まあ、食べて元気にならないかんね。お腹いっぱいじゃなしに、柚子ってそういう元気になる効果ありますね。土佐山ゆず祭りの特製ランチは12月11日まで、午前11時から午後4時まで提供されます。また10日にはレストラン入り口前でイベントが予定されていて、柚子の詰め放題や土佐山の加工品の販売が行われます。